この動画では脳出血の刑事的変化についてお話ししていきます。脳出血は救急疾患では非常によく出会う疾患であり、また脳出血後の画像診断のフォローも我々放射線技師にとって非常に重要な仕事です。しかし脳出血の刑事的変化は非常に複雑な変化をたどり、その刑事的変化についてマランキしたという方も多いと思います。しかしその脳出血の刑事的変化については暗記をするのではなく、理屈を考え、なぜそのような信号変化をするのかについて考えることが非常に重要で、そうすることによってよく教科書に載っているような脳出血の刑事的変化の表を自分で作れるようになっていきます。今回の動画の目標としては脳出血の CT と MRI の信号についてしっかりと理解し、表を作れるようにすること。キーワードについてはこれらのキーワードについて一つ一つ丁寧に説明していきますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。こちらの表は脳出血が起きた際にその出血がどのような信号変化をしていくのか形式的に表した一覧表となります。超急性期、急性期、亜急性期早期、亜急性期後期、慢性期になるにつれて CT の信号変化と MRI の T1 強調画像と T2 強調画像がどのように変化していくのかを表した一覧表となります。こちらの表非常に複雑な変化をしており、もしこの変化を仮に丸暗記するならば非常に暗記量が多いですし、ただただ苦しいだけだと思います。こういった変化というのは一つ一つの変化について理由を考え、自分の中で解釈していくことによって無駄な丸暗記を減らしていくことができると思います。今回の動画ではこの脳出血の刑事的変化について CT と MRI に分け、なぜこのような変化をしていくのかについて詳しく見ることによって暗記量を減らしていくということを目標にお話していきたいと思います。脳出血の CT の信号についてですが、特に急性期ではこのような高信号になるというのは有名だと思いますけれども、なぜ出血がこのような高信号になるのかを考えることが重要です。 CT で高信号になるということは X 線の減衰が大きいということを表していますが、 X 線の減衰は光電効果やコンプトン散乱などの X 線と物質の相互作用によって起こります。つまりこのような高信号になるというのはこのような相互作用が大きくなったということを表しているわけです。血液というのは液体成分の結晶と固体成分の結球でできていますが、出血した後というのはこの結晶成分というのが吸収されていきますので、血球、特に赤血球のヘモグロビンの濃度が大きくなっていきます。このヘモグロビンの濃度に血腫の CT 値は依存すると言われており、ヘモグロビンの濃度が高いと当然このような光電効果やコンプトン散乱の割合が増え、 X 線の減衰が増えるというのが脳出血が CT で高信号になる理由となります。特に重要な概念としてヘマトクリット値というのがありますが、血液中の赤血球の割合を表している指標です。ヘマトクリット値が高いほど血小成分が少ない血液、血球成分が多い血液ということを表していますので、このような相互作用が大きくなり CT で高信号となるわけです。また仮にヘマトクリット値 100% の理想的な血液を作ったとして、その血液でも CT 値は100を超えないと言われており、血液と出血と石灰化の鑑別が迷った症例などではこのような知識も参考になると思います。こちらは CT の刑事的変化を一覧表にしていったものですけれども、 CT の信号変化についてはヘモグロビンの濃度に依存するといった話がありました。信号変化を理解するためには血小の絞り出しと凝固を考えるということが非常に大切で、まず血管内の血液と同じ信号値から始まり急激に上昇する上昇期があります。そこからはゆったりと下降していく下降期をたどっていきますが、最終的には変炎から低吸収となっていき、慢性期には脳包茎線を反映し低信号となります。この時に形状がスリット状になりやすいといった特徴もあります。また血腫の周囲には浮腫による水信号を反映し周囲が低信号になるといった特徴を理解することも大切です。まずは CT 値が上昇していく上昇期について見ていきたいと思います。こちらのデータは採血した血液での研究のデータですけれども、血管外に漏出した血液というのは最初は CT 値が上昇していく過程をたどります。具体的には血管外に漏出した
出血というのは、最初はこのような内頚動脈や中大脳動脈などのように血管内の血液の信号と同じ信号から始まるはずです。具体的には脳実質とほぼ同じくらいの信号からスタートです。しかし時間が経つとこのような急激な高信号化になっていることがわかります。この理由ですけれども、こちらのデータを見てみると、このような上昇期というのは急激に上昇していくこのような緑色の丸と緩やかに上昇していくオレンジ色の丸に分かれていることが分かります。それぞれの理由について考えると、この急激な上昇というのは血管外に漏出した血液の結晶が絞り出されていく過程と考えられます。血液というのはこの黄色の結晶と赤色の血球に分かれていますが、最初は結晶が絞り出されていくため、このような黄色の部分が減少していき、このようにヘモグロビンが凝縮していくような感じになっていきます。そうすると光電効果やコンプトン酸らの割合が増えていき、 CT 値が急激に上昇していく過程をたどります。その後の緩やかな上昇というのは、最初の60分間に結晶がある程度絞り出されますが、その後は血平、つまりかさぶたが形成され凝縮していく過程で緩やかに上昇していくと考えられます。かさぶたが作られていく過程でこのようにヘモグロビンが凝縮されていきますので、このような凝縮を反映し、このような緩やかな上昇をしていくと考えられます。そしてこの研究では、上昇期はおおよそ24時間続いていくというのが結論となります。続いて CT 値が下がっていく下降期について見ていきたいと思います。採血のデータの研究では、1日経った後から CT 値はどんどん下降していくという研究結果が出ています。これはなぜかというと、一言で言うと、かさぶたが溶けることによってヘモグロビンの凝縮が溶かれる過程を表しているからです。潜溶という現象があり、血平、つまりかさぶたというのはフィブリンという糸状のものと血球が複雑に絡み合って形成されますけれども、そのフィブリンを溶かす反応が活性化することによって血平が融解していくと、その過程の中でヘモグロビンの凝縮が徐々に溶かれていくことによって、このように CT 値が下降していきます。生体内ではおおよそ1日あたり 1.5 ハンスフィールドユニットくらいのペースで CT 値が下降するというふうに言われています。また最終的にはどんどん CT 値が下がっていき、脳脊髄液と同じくらいの液化脳胞変性をきたし、大きな出血は最終的にはスリット状の形状になるといった特徴が下降期の特徴となります。こちらは発症当日3日後12日後の比較出血の CT での経時的変化です。発症当日は出血が漏れ出た直後は脳実質とほぼ同信号と考えられますが、ある程度血晶が吸収された状態で撮影しますので、発症当日はこのような高信号で病室されます。また時間が経つにつれてこのように CT 値が減少していく様が観察され、周囲にこのような不思議状の変化が観察されます。こちらは発症当日と発症当日の数時間後のフォロー、1週間後、半年後の症例です。皮質化出血になりますが、発症当日数時間後のフォローでは CT 値が上昇しているような印象を受けます。こちらは上昇期になっており、24時間以内のフォローということで信号が上昇しているものと考えられます。1週間後には信号が落ちていき、半年後には完全に慢性期になっていますので、血腫は縮小し、このようなスリット状の低信号となっています。こちらが CT の経時的変化です。続いて MRI の話に移っていきますが、 MRI の信号に影響する因子についてまとめていきます。 MRI の信号に影響するのは水分量、粘稠度などのネバネバ度合い、ヘモグロビンの変性の3つがあります。水分量については、水は T2 値も T1 値も短いため、 T2 減衰が遅いことによる T2 強調画像での高信号化、 T1 回復が遅いことによる T1 強調画像での低信号化があります。また T1 強調画像に関しては、純粋な水よりも油や脂肪などのややネバネバした物体の方が周囲とのエネルギー交換がしやすく高信号化していく特徴があります。また出血に関しては、ヘモグロビンの変性と磁性との関係が非常に重要で、半磁性体の場合では T1、T2 短縮に影響はありませんが、常磁性体の場合には周囲の磁場を乱す磁化率効果によって T
T2 強調画像や T2 スター強調画像で低信号となったり、また不対遺伝子が存在するため、その不対遺伝子の非常に大きな磁気モーメントによる T1 短縮効果によって T1 強調画像で高信号化していく特徴があります。続いて磁性についてまとめると、物体が静磁場にさらされた時、その静磁場と反対方向に磁石を作る反磁性、静磁場と同じ方向に小さな磁石を作る常磁性、静磁場と同じ方向に強い磁石を作り、また静磁場を取り除いたとしてもその磁性をキープする強磁性の3つがあります。反磁性体については、大半の生体組織や水、ヘモグロビンの崩壊産物ではオキシヘモグロビンが対応します。常磁性体については、ヘモグロビンの崩壊産物の大半であるデオキシヘモグロビン、メトヘモグロビン、ヘモジデリンの3つがあり、またガドリウム造影剤も常磁性体になります。強磁性体については鉄、コバルト、ニッケルなどの金属が対応します。ヘモグロビンの崩壊産物についてまとめていきます。最初はオキシヘモグロビンという状態からスタートですけれども、このオキシというのは酸素という意味なんで、酸素と結合したヘモグロビンがこの状態です。それでデオキシヘモグロビンと変化していきますけれども、このデーは脱という意味があり、脱酸素ヘモグロビン、つまり酸素と結合していないヘモグロビンがデオキシヘモグロビンです。さらに時間が経つと再びこれが酸化されメトヘモグロビンとなりますが、メトヘモグロビンは赤血球内に限局している状態から溶血を起こし赤血球外へと漏出していくといった変化をたどっていきます。最終的には非常に強い常磁生体物質であるヘモジデリンというものになりますけれども、それがマクロファージ に取り込まれるといった変化をたどっていきます。磁性についてはほとんどの物質は反磁性であり、オキシヘモグロビンは反磁性ですけれども、それ以降のデオキシヘモグロビン、メトヘモグロビン、ヘモジデリンというのは不対遺伝子というのがありますので常磁性となっています。ここでポイントがこの不対遺伝子というもので、軌道に電子が一つしかない場合を不対遺伝子と言います。通常はこちらの軌道のように一つの軌道に電子は二つ入り反対向きでスピンをしています。そうすることによってこちらのスピンが作る磁石とこちらのスピンが作る磁石は互いに打ち消し合っているため、磁気モーメントは見た目上わかりませんが、軌道に電子が一つしかない不対遺伝子の場合には、この電子が作るミニ磁石が問題となってきます。その電子が作る磁気モーメントというのは、プロトンの約658倍と非常に大きな磁石となっており、電子、陽子、双極子間相互作用というものが働き、T1 強調画像で高信号になるといった変化をたどっていきます。これが T1 短縮効果と呼ばれるもので、信号を上げる要素となっています。T1 強調画像に関しては、エネルギーのキャッチボールのようなイメージで、周囲にエネルギーを放出しやすい環境であると、エネルギーを早く回復することができ、T1 強調画像で高信号となります。このようなミニ磁石、があり、なおかつこのミニ磁石はブラウン運動や温度による運動で揺らいでいますので、その揺らぎがちょうどいい周波数で揺らいでおり、この不対遺伝子がある環境に水分子などのプロトンはエネルギーを放出しやすい状態にあると言われています。よってこの不対遺伝子がある状態でいい環境が整った場合に T1 短縮効果が起きます。しかし、このような不対遺伝子があり、ミニ磁石があるということは、磁場の均一性を乱すという作用も働いてきます。磁場の均一性が乱れた場合には、位相分散という現象が起きますので、T2 強調画像で低信号となる信号を下げる要素も、この不対遺伝子にはあるということです。これが非常に複雑で、あるときは T1 短縮効果で信号を上げ、あるときは T2 短縮効果で信号を下げる、ということが起きますので、混乱を招いている原因になっていると思います。ここから先はこの辺を詳しく説明していきますけれども、とにかくオキシヘモグロビンは反磁性、でオキシヘモグロビン以降は常磁性、そして常磁性がある場合には T1 短縮効果と T2 短縮効果が起きるということをここでは押さえていただけたらと思います。T2 スター強調画像は脳出血の評価において非常に有用なシーケンスです。グラジエンテ工法で撮影した T2 緩和による減衰を強調した画像で、スピンエコー法系列のシーケンスではスピンスピン相互作用による T2 減衰のみを強調しますが、グラジエンテ工法で撮影した場合はさらに静磁場の不均一の影響も加味し、通常の T2 減衰よりも早く減衰をします。特にこの静磁場の不均一
を強調するということが非常に有効で、場所によるわずかな磁場の違いによる位相分散を強調することにより、例えば正常の画像でも側頭骨にある空気と脳実質の境目の磁場の違いを強調し、このような低信号となったり、今回扱う脳出血のわずかな磁場の違いによって位相分散が起きる磁化率効果を強調することにより、通常の T2 強調画像よりもさらに明瞭な低信号となり、視覚的に分かりやすいメリットがあります。磁化率効果について簡単に復習しておくと、磁場を乱す物質が入り込むことによって磁場の不均一を生じ、 T2 スター緩和が促進することを磁化率効果と言います。ラーマーの式というところで習いましたが、磁気モーメントはその周波数が磁場によって決まります。もし磁場の不均一が生じた場合には、場所場所での磁場が異なる、つまり場所場所で回転速度が異なってしまいますので、足並みを揃えていたプロトンがバラバラの速度で回転することになり、このような位相分散を起こし信号が低下するというメカニズムです。磁場にさらされた場合には半磁性、常磁性、強磁性などがありますが、今回学んだ赤血球の変性でいうと、オキシヘモグロビンは半磁性、デオキシヘモグロビン、メトヘモグロビン、ヘモジデリンは常磁性となります。半磁性は正磁場と反対方向に小さな磁場を作り、常磁性は正磁場と同じ方向に磁場を作ります。強磁性はさらに常磁性をパワーアップさせたようなイメージですけれども、特に常磁性と強磁性に関してはこの磁化率効果が顕著で、このような物質が入り込んだ場合には磁化率効果によって一気に信号低下を起こします。超急性期から急性期の MRI 信号の変化というのは、オキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンが混在した過程を表しています。こちらの症例では真ん中の T2 強調画像高信号の部分がオキシヘモグロビンの段階、変異円のこの低信号で縁取っている部分がデオキシヘモグロビンの部分となります。オキシヘモグロビンの部分は半磁性体ですので、このような磁性によって T1、T2 を短縮する効果というのはほぼ無視でき、単純に血種の水分量を反映していきます。最初は脳実質と同じぐらいの等信号からスタートしますが、水分が増えていくにつれて高信号化していくのがこの過程です。デオキシヘモグロビンに関してはこのような縁取った低信号となっていますけれども、こちらはデオキシヘモグロビンの常磁性体効果によって磁場の不均一を作ることによる磁化率効果により変異が低信号となっています。また T1 強調画像についてですが、水分量を反映した場合は T1 強調画像でもっと低信号になりそうなものですが、 T1 強調画像は油などのネバネバしたものを高信号にする性質がありますので、血種のタンパク濃度、タンパク質によって少し粘稠度が高くなり完全な低信号にならず、このような等信号となっています。また最初の段階の血腫というのは周囲にこのような T2 強調画像で高信号の浮腫性変化を起こしています。このような浮腫性変化は発症直後 1、2 日が最も強く、1から2週間退縮しないという特徴があります。その後は血腫の減少とともにこのような浮腫性変化も減少していきます。急性期から急性期早期にかけてはデオキシヘモグロビンから再び酸化され、赤血球内メトヘモグロビンへと変化していきます。この変化は酸素分圧の高い変異塩分から起こるため、メトヘモグロビン化した場合にはメトヘモグロビンの不対遺伝子の影響による T1 短縮効果が起こるため、 T1 強調画像で変異塩から高信号になる、このような信号変化が非常に特徴的です。またメトヘモグロビンも常磁性体ですので、周囲の磁場の均一性を乱し、 T2 強調画像もしくは T2 スター強調画像でこのような低信号となります。さらに時間が経ち、亜急性期後期の段階になると赤血球外メトヘモグルミンの段階になります。この段階では溶血という現象によって赤血球の膜が破壊され、不対遺伝子を持つメトヘモグロビンが血腫全体に広がるといった変化をたどっていきます。変異に限局していたメトヘモグロビンが血腫全体に広がるため、この段階では T1 強調画像で全体が高信号となります。また磁場を乱すメトヘモグロビンは
アー急性期早期の段階では、この変異のみに限局しており、一部分に磁場を生み出す物質が集中することによって、磁化率効果が非常に大きかったですけれども、その磁場を生み出す常時生体物質が均一になっていくことによって、磁化率効果による T2 減衰が少し少なくなり、T2 強調画像の信号を弱める要素が少し少なくなっていきます。さらに、赤血球膜の破壊で含水量が増加することによって、この段階では、アー急性期早期と比べると、T2 強調画像や T2 スター強調画像で、やや高信号となっています。まとめると、この段階では T1 強調画像、T2 強調画像、ともに高信号となる変化をたどっていきます。さらに時間が経ち、慢性期となると、ヘモグロビンの最終産物であるヘモジデリンとなります。ヘモジデリンは非常に強い常時生体物質で、常時生体物質がある場合には、不対遺伝子による T1 短縮効果と磁化率効果による T2 短縮効果の両方が起こりますが、このヘモジデリンは、磁化率効果による磁場の乱しが非常に強く、 T2 強調画像や T2 スター強調画像の低信号化が非常に強い物質となっています。こちらはアー急性期後期の画像をそのまま引っ張ってきましたが、真ん中の部分は赤血球外メトヘモグロビンですが、変異からヘモジデリン化していき、この変異のヘモジデリンとなった部分の磁化率効果が非常に強く、この変異のみ低信号のリングができています。このリム状のリングをヘモジデリンリングと言います。アー急性期後期から慢性期になっていく段階で、変異からこのようなヘモジデリンリングを形成していきます。またこのヘモジデリンは不対遺伝子による T1 短縮効果があまり強くない物質ですので、この段階では T1 強調画像では低信号となります。鎮球化した血腫というのはどん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 小さくなっていきますけれども、小さくはなりますが、小さくなった血腫は数年にわたって残存していく性質があります。また血腫の一部は粘稠度の高い水信号を反映し、 T2 強調画像で高信号となります。この T2 強調画像と T2 スター強調画像を観察してみると、ヘモジデリンの非常に強い磁化率効果によって、あたかもここに金属があるかのような低信号となっています。しかしよく見ると真ん中に高信号の物質が残存しており、縮小した血腫の一部を表しているものと考えられます。またその縮小した血腫の一部は粘稠度の高い物質ですので、その部分は T1 強調画像でも少しこのように高信号となっている場合があります。まとめると、慢性期になるとヘモジデリンが中心となり、 T1 強調画像では低信号、ヘモジデリンリングを反映し、変異は非常に強い低信号、中心部は血腫が残存した場合にはこのような高信号となります。この動画では出血の形質的変化について CT と MRI の T1 強調画像、 T2 強調画像にピックアップしてお話を進めていきましたが、 T2 スター強調画像に関してはどのような変化をたどっていくのでしょうか。T2 スター強調画像の形質的変化をここに並べてみましたけれども、基本的には磁化率効果による低信号で、 T2 スター強調画像で低信号になるというのが出血の特徴ですけれども、超急性期のオキシヘモグロビンの段階とアー急性期後期の赤血球外メトヘモグロビンの段階では、この中心部分が高信号になっていることがわかります。この高信号になっている理由を考えることが非常に大切だと思います。まず血腫の変化については、赤血球の変性によってオキシヘモグロビン、デオキシヘモグロビン、赤血球内メトヘモグロビン、赤血球外メトヘモグロビン、ヘモジデリンとなっていきましたが、オキシヘモグロビンの段階では半磁性体ですので、 T2 短縮効果はそもそもありません。よって T2 減衰が加速しないため、この中心部は高信号になっており、ただ水信号を反映した高信号となっていると解釈すると理解できます。デオキシヘモグロビン、この変異の部分ですね、と赤血球内メトヘモグロビンの部分では常時生体があることによって、その部分にミニ磁石があることによって磁場の不均一が発生します。よって磁化率効果が顕著となり、このような変異の低信号、赤血球内メトヘモグロビンの場合には常時生体物質が変異に限局しているため、この変異の磁石による磁場の不均一によって低信号となります。しかし赤血球外メトヘモグロビンとなった場合には、溶血によって赤血球の膜が破壊され、常時生体物質が均一になります。
先ほどは辺縁に限局していましたが、均一に混ざることによってその磁場を乱す効果が弱くなります。よって赤血球外メトヘモグロビンの場合にはこの溶血という現象によって内部が高信号になっていると解釈すると分かりやすいと思います。ヘモチデリンは非常に自家率効果が顕著ですので非常に強い低信号となっています。これが T2 スター強調画像の変化となります。それではヘモグロビンの変性についてまとめていきたいと思います。ヘム鉄に関しては変性を起こし、オキシヘモグロビン、デオキシヘモグロビン、赤血球内メトヘモグロビン、赤血球外メトヘモグロビン、ヘモジデリンの順番に変化していきます。磁性に関してはオキシヘモグロビンのみが半磁性で、それ以外は不対遺伝子が原因で常磁性となっています。常磁性体の場合には T1 短縮効果、 T2 短縮効果両方を起こし得ますが、状態によって T1 短縮効果が優位になったり T2 短縮効果が優位になったりします。それについて考えることが非常に重要で、デオキシヘモグロビンの場合には T2 短縮効果によって自家率効果が非常に強調され、ここをプラスプラスとしています。ヘモジリンも同様でこうなっていますけれども、重要なのは赤血球内ヘモグロビンと赤血球外メタヘモグロビンで、この2つに関しては赤血球内メタヘモグロビンの段階では変幻にこのような常磁性体が固まっていますけれども、この段階で溶血を起こし均一に広がっていくため磁場を乱す効果も少なくなっていきます。よって T2 短縮効果がこの変化で少し弱くなっているというのがポイントです。 T1 短縮効果についてもメトヘモグロビンがメインで、この2つをプラスとしていますが、赤血球内メトヘモグロビンの場合には変幻に限局、溶血を起こし全体に均一に広がるというのがこの部分のポイントとなります。ここまでの説明で不対遺伝子がある場合の常磁性体については自家率効果による低信号化、つまり T2 短縮効果と不対遺伝子による高信号化、つまり T1 短縮効果が両方とも起きうるというふうに説明させていただきましたが、ある場合にはどちらかが優位に起き、ある場合はあまり起きないといったことが起きました。それについて法則性がないのかについて考えていきたいと思います。結論についてまとめると、 T2 短縮効果はいつも起きますが均一性によってその程度が異なります。T2 短縮効果、正確には T2 スター短縮効果ですけれども、磁場の不均一が原因で起きます。常磁性体があるということはその時点で磁場を満たしていますので、こちらの T2 スターの短縮というのは必ず起きますけれども、例えば赤血球内メトヘモグルビンの場合には変幻に邪魔な金属が固まっている状態で非常に大きく満たしますが、溶血が起き均一に広がっていくと全体にまだらに広がっていきますので、その程度が弱まります。その均一性によって磁場を満たす要素の強さが異なるというふうにイメージするとこの結論が見えてくると思います。 T1 短縮効果についてはさらに複雑で、実際には信号を出しているのはその電子ではなく周囲のプロトンですけれども、実際に信号を出すプロトンと常磁性体中心との距離によって決まるというのが結論です。 T1 短縮効果に関与する電子陽子双極子間相互作用というのは磁気モーメントの2乗に比例し距離の6乗に比例すると言われています。電子の磁気モーメントは非常に大きいのでこちらの方は作用しますけれども、距離が離れてしまうと6乗で減衰してしまうので、この相互作用を受けることが全くできなくなってしまいます。例えばヘモジデリンの場合にはこの T1 短縮効果はほとんどないと言われています。なぜかというとこちらの分子の要素は非常に大きいですけれども、この距離の6乗というのが効いてきて、ヘモジデリンはこの常磁性体中心がこのように凝縮していますが、その外に非常に厚いタンパク質の層があると言われています。この厚いタンパク質の層のせいでこのプロトンはヘモジデリンに近づくことができず T1 短縮効果の恩恵が受けれないというのがこのような距離が効いてくる場合になると思います。逆に距離を近づけることができるメトヘモグロビンの段階ではこの T1 短縮効果の高信号化の要素が大きく出てくるということです。まとめると T2 短縮効果はいつも起きますけれども均一性によって程度が異なる、 T1 短縮効果は実際に信号を出すプロトンと常磁性体中心との距離によって決まる、これをイメージしながら信号変化について考えていただけたらと思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は脳出血の刑事的変化について扱いました。まず CT から説明をさせていただきましたけれども、血管外に漏出した血腫というのは血管内の血液と同じくらいの信号ですので等吸収からスタート
血小が絞り出される上昇期に関しては CT 値が上昇し、そこからは少しずつ下降期として CT 値が下がっていきます。さらにヘモグロビンが最終的には分解され、変異から低吸収、最終的には嚢胞変性となるというのが CT の変化です。 CT の場合は割と信号の変化がシンプルでしたけれども、 MRI は非常に複雑でした。 MRI に関しては水分の含有量とさらにヘモグロビンの変性が関与していき、一つ一つ丁寧に解説をしていきました。超急性期、数時間以内というのはオキシヘモグロビンが優位となりますけれども、こちらは半自生体となっており、T1、T2 短縮効果はありません。よって純粋な血種の水分含有量を反映し、 T1 強調画像で軽度低信号、 T2 強調画像で軽度高信号となります。数時間から数日の急性期に関してはデオキシヘモグロビンがメインとなり、こうなると常時生体であるデオキシヘモグロビンの自我率効果によって T2 強調画像で低信号となります。アー急性期早期となった場合には赤血球内のメタヘモグロビンが優位となり、こちらは酸素分圧が高い変異に限局していますので、メタヘモグロビンの T1 短縮効果によって変異から高信号となります。それが溶血を起こし赤血球外メタヘモグロビンとなった場合には、その常時生体物質が均一に混ざることによって T2 短縮効果が弱くなり高信号となります。また T1 短縮効果に関しては変異から均一に混ざることによって全体に広がっていきます。最終的にはヘモジリンとなりますけれども、こちらは非常に強い常時生体物質ですので、 T2 強調画像で低信号となりますが、ヘモジリンリングを反映し、変異から低信号となります。中心部分には粘稠度の高い液体が残っていますので、中心部は高信号となります。またヘモジリンの場合には T1 短縮効果はないため、 T1 強調画像では低信号です。以上が脳出血の形式的変化になり、このような理論や理屈を一つ一つ自分の中で咀嚼していくことによって、最終的にはこの表を自分で書けるということを目標に勉強していったらいいと思います。以上が今回の動画のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。